農業分野では農業従事者が不足しているだけではなく、担い手を支援する専門家も不足しているそうです。今そんな日本の農業が大きく進化しようとしています。人手不足を解決し、効率的に成果を出しながら、しかも環境にも優しいという仕組みが生まれているのです。そうなの？ NTT 東日本グループは、栽培支援を必要とする生産者と遠隔の専門家をつなぐシステムを構築。農場、作物の映像データをリアルタイムに共有し、データに基づいた支援、指導を双方向のコミュニケーションで行うことができます。生産者も安心な上に、支援する側も効率的にサポートできる。そんな農業の未来はもう始まっています。わ、立派なトマトだ。安心して農業が始められるわね。地域から未来を作るプロジェクト。不思議なメガネつけてる。あれはスマートグラスって言うんだって。農研機構とのプロジェクトでは、農業データ連携基盤ワグリによる収量予測やスマートグラスなどの ICT を活用して遠隔営農支援を行っています。 JA 全農とのプロジェクトでは、高知県などの遠隔地へコックピットからサポート。作り上げた遠隔栽培支援の仕組みと知見をその他の地域にも展開していきます。コックピットかっこいい。東京都とのプロジェクトでは、ローカル 5G による高精細映像配信とロボティクスオペレーションにより、高品質な遠隔営農支援を実現。未経験者でも美味しいトマトの栽培に成功しています。すごい進化ね。農業の様々な課題をICT スマート農業で解決、地域の未来につなげます。さらに詳しく知りたい方は、関係した方々のインタビューをご覧ください。私たちはですね、 NTT グループ唯一の食農ビジネスの専業会社になります。で、まあ、地域の大切な産業である一次産業、それを起点にしたですね、こう地域づくり、町づくり、そうしたものに寄与していきたいというふうに思っている会社になります。担い手不足という言葉、皆さんよく耳にすると思いますけれども、担い手だけが不足しているわけではなくて、その担い手を支援する、いわゆるこう技術を持っている、そういった方々がこうやっぱりその非常に不足しているという課題感を聞きます。その双方にですね、こうアプローチする手段として遠隔で営農をサポートすると、そういった発想を持ってですね、取り組んでいるプロジェクトになります。その栽培とか生産というだけではなくて、さまざまな関連産業がですね、付随してくるというふうに思っております。そういった意味では、その地域の産業の一大拠点として機能してですね、終局的にはその地域づくりであるとか街づくりにつながっていくと、そういった期待をですね、多くいただいているという実感があります。この取り組み自体がしっかりこう日本のこう食料安全保障上の問題にも寄与すると。で、強いては少子高齢化という課題の中で磨いたこのプロジェクトが、将来的にね、海外でもやっぱりその少子化ってもう進行してくる時代来ると思いますので、日本のね、ノウハウ産業としてこう輸出をして、世界に貢献すると、そういったところまで視野に入れていきたいというふうに思っています。ゆめファーム全農は JA 全農が運営を行っているハウスでして、全国に3カ所ございます。栃木、高知、佐賀で、それぞれトマト、ナス、キュウリを栽培しております。で、面積はですね、約1ヘクタールぐらいで大規模な温室となっております。ゆめファームのようなですね、大きいハウスの運営が誰でもできるような、そういった仕組みを作っていきたいと考えております。例えば植物の状態をデータとして管理するツールであったりだとか、その運営に必要ないろいろな栽培に関するツール、省力化していくものをですね、開発していって、いわゆる特農家さんであったりだとか、いろんな技術を有している人だけではなくてですね、どんな方々でもこういった施設園芸に取り組めるような、そのような仕組みを今後構築していきたいと考えております。大規模施設園芸における実証栽培ということで、いかに効率的にですね、高い収量を上げるかというところを、緻密なですね、環境制御を通じて、植物が効率的に光合成ができる条件を作り出すというところを研究しています。農業に対するイメージが変わるんじゃないかなっていう、そこが一番大きいかなと思っ
ってます。まあ、新しい情報ツールを使うことによって、今までイメージしてこなかったような人も農業に関心を持っていただくことっていうのにもつながると思いますし、またそういった方々ですね、新規就農の手がかりをつかんでいただいて、栽培にですね、取り組んでもらえたらありがたいなと思っております。今まで人と人がこうコミュニケーションを取って、この植物の状態はどうだとか、こう議論をしてたと思うんですけれども、やはりその場での話になってしまって、まあ振り返りがまずできない。この遠隔栽培支援を使うことで、まあシステムとしてこのデータが残る。であとは人の主観でこう物事を言うんではなくて、数値として、あの記録で残せるので、まあすごく良いのかなと。まあ、今の環境問題で、逆にその CO2 熱、こういった植物栽培するときに必要になるので、まあ、そういったところをマッチングしていく。で、うまく、まあ、地域として、環境負荷を減らす、そういった取り組みができるんじゃないかなと思います。今後、AI の精度向上や、さらなるロボットオペレーションの活用、また次世代コミュニケーション基盤、ION との連携により、さらに生産現場を省力化し、持続可能な次世代農業が実現するはずです。きっとそう遠くない未来ね。本当だね。地域に新しい価値を作るソーシャルイノベーション、次のプロジェクトもお楽しみに。